かわいい。近くでもうガン見よう。かわいい。うわこれいいっすね。どうぞ。うわもう取りやでこれ。回ってます。これ持って馬乗ってこい。お本当だ。わかわいい。4枠青色担当望月玲奈です。よろしくお願いします。5枠黄色担当リーダーの桜井カレンです。お願いします。8枠桃色担当マスカの月です。よろしくお願いします。6枠緑色担当タルミザエリです。2枠ウルトラの星担当のマシュマロです。一番かっこいい。馬手だ。一番疲れを取るこうお部屋、馬房ってあるんですけど、そこの掃除をちょっとしてもらおうかなと。みんな走るとこしか見てないと思うんで、大変な仕事ですけど、頑張ってください。はい、うちは基本3時からスタート、11時ぐらいには終わるんですけど、まあ日によって全然変わってきます。馬手なし、デラックス。馬が怒ってる時とか分かんないでしょ。耳見てたら分かるんですけど、耳がこうやってペタって寝せる子がいるんですね。その時はもう怒ってたり、威嚇してるんですね。基本こうやってチョップトレーニングが終わったらご飯をあげるような感じですね。やっぱ人間もそうなんですけど、走る前にちょっと食べたらお腹痛くなるんですよ。厩舎には何頭ぐらいいるんですか？うちは今40頭管理させてもらっています。一応はい、うちはこの辺です。すごい。どうもこんにちは、桜井です。すごい。なんか思ったより硬い。こんにちは、桜井です。すごい。これも甘噛みしたいんですか？ちょっと待って、素人治療が。寝技作業の時使う道具、必ず必要な道具です。これ、ボロミって言って、ボロを疲労的に使う道具です。対比上に捨てに行くんですけど、それをするための前中心ですね。これ最初は見えてるうんこを先に取ります。はい。でその後に濃縮してる場所なんですけど、これを外に出して舌を吐いて、で最後にまた新しいわらを入れて完成っていう流れなんですけど、もし競馬場で働くってなったらまずはこれから、その後馬のこと、これができないと先に進まないので、手前にこうボロミをこれ置くんです。刺して、ポイってあげます。はい、ポイって、うんこだけ。おー、うんこっす。ボロのこういう状態見ても、体調とかも伺えるんですよ。まあ、匂いとかもありますから、ね、草山とかやっぱ内臓がちょっと疲れてたりするんで、そういうのも見ながら、こうちょっと、新たに拾うんじゃないか、状態見ながら。そうです、そうです。はみ出てます。お好み焼きみたいな、ペンってみたいな。そう、OK です。できた。すごい、上手。リーダーセンスあるかも。いきます。おー、すごいでしたね。すごく腕が痛くなるんですね。痛くなりますよね。使い方もね、ちょっと難しいよね、こういう。難しい、ね。なかなか意外と引っかからないし、なんか重たい。ね、重たいです。これはうまくできてますか？まだまだ。ね、感じですかね。僕らの場合も結構大きく使うんで。すごい。すごい。もうこのなんかこの作業をですね、大体15分、20分、もっともかんないかな。15分ぐらいで終わらせるんで、リーナーをちょっとハードに集めていって。早い。そういう方かな、俺も。早い人はめっちゃ早いんです。早い人めちゃめちゃ早いですよ。パパパって。パパパパパ。いってらっしゃい。頑張れ。上手にできるかな。全然思ったようにいかないです。そういう濡れたのは今度外に出すんですね。あ、なるほど。外に持っていっていいです。難しいな。頑張れ。こっちの方から数を全部そっちに、はい、どんどん入っていってもらって。これもですか？はい、それもお願いします。よいしょ。
で次は綺麗な藁を広げてふかふかなベッドを作っていきます。こういう感じでほぐしてもらって、え、むずい。うちの旧社も、他の旧社にも女性の人とかいて、ね、やってるんですか？全部一人でやってるんで、慣れてる。タックンですね。ありがとうございます。タックンいただきました。カレンです。してます。本当ですか？企業担当です。はい、なんとなくは、大体は。嬉しい。いい感じだと思います。いい感じですか？はい、何やらしてもできるの？やっぱ褒められそう。完成でーす。俺ちゃんと合わせたよ。頑張ったよ、俺。撮った？どうでしたか？めっちゃ難しかった。難しいですよね。まあ今これ多分1時間ぐらいかかっちゃったんですけど、まあ、これをキムイさんたちは15分ぐらいで終わらせて、今の調教だったり、まあ、裏方のね、本当この人たちがいないと競馬って成り立たない。すごい、色がめっちゃ綺麗。大きい。フリゲ。これフリゲ。フリゲ。ということで今日はお忙しい中、ね、掃除の仕方とか、厩舎の中とか見学させていただき本当にありがとうございました。すごいね、なんか裏側も知れてね、初めてね、いろんな経験させていただいて、これをちゃんと覚えていて、馬手奈の活動も頑張っていきたいと思うので、はい、ぜひ馬手奈の応援もよろしくお願いします。お願いします。11月の JBC に向けて、はいはい、頑張ります。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。パースカイチーズ。皆さん、厩務員体験をさせていただいて、競走馬について少し詳しくなったのではないでしょうか。ということで、誰が一番詳しくなったのかを対決したいと思います。やったー、勝ちます。今日、体験していれば分かるだろうということで、3問出します。はい、3問。基本、馬手奈のメンバーだったら全問正解で当然かなっていうレベルだった。任せてくださいよ。思いますので、はい、まずは全問正解目指して頑張ってください。じゃあいきます。第1問。テレイン。デリリリリン。馬の餌、何というでしょうか。中身は聞いたよね。まあでもさ、結構聞いたやんか。やっぱこれ答えられないとやばい。やばいね。やばい。間違ったよ。はい、3、2、1、せーの、どうぞ。お、え、え、すごい。穀物。え、ミキ。正解は会話です。会話？会話？いや、だから木の、木のミキみたいな、なんか実っぽかったんよ。やばい。馬のうんち、なんて言うでしょうか。はい。なんやったっけ。これは出た瞬間の話ですか。どういうこと？変わらない、変わらない、変わらない。いや、変わんないですよ。え、言ってましたもんね。めっちゃ言ってましたね。あ、何やったっけ。はい、じゃあ一斉にいきますよ。せーの、ダウン。ゴロ。あ、ボロ。ボロ。ボロ。佐賀競馬クイズです、はい、うわ、はい、佐賀競馬場が今年の11月4日に実施する
ダート競馬の祭典といえば何でしょうか。任せてくださいよ。祭典？あ、こういうことね。もうどういうこと？もう100回ぐらい私口に出して、私も、はい、いきますよ、はい、せーの。やばいやばいやばい、え、だって途中で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 、どういうこと？ JBC、 はい、ごめんなさい、え、点、え何言ってない JBC、 やるぜ JBC。 JBC、 JBC、 正解は JBC です。イエーイ、もう卒業します。やばい、やだやだ、カレンちゃんの優勝、さすが、素晴らしい。ちょっと待って、私カレンちゃん以外の方に生き残りみたいな。お、抜ける条件は自分一人だけその答えを書いた人。うわ、複数かぶってたら残ります。なるほど。お題は佐賀競馬の騎手。騎手、ちょっと待って、ちょっと待って、いいですか、ちょっと待って、これいけるんじゃない。1回目か、大丈夫、はい、1回目の回答、せーの、はい、お願い。待って、いけたんじゃない、2人で罰ゲーム決定戦。2人、ああ。最初はグー、チェッキン、プー。これは楽しみ、罰ゲーム。決定戦。はい、本日の動画を楽しんでいただけましたでしょうか。楽しかったよ。11月4日にはダート競馬の祭典JBC が佐賀競馬場で行われますので、ぜひお願いします。皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。以上、うまてなでした。バイバーイ。どうしても届かない胸の音
じゃないんだ。